戦国歴史紀行桶狭間の戦い、こちらがですね、史跡公園になっている場所なんですけども、これが現代の地図とですね照らし合わせた場所になります。桶狭間だけをですね注目してしまえば、これですとしか言いようがないんですけど、この青い方がですね信長軍、赤い方が、今川軍の進路になりますよね。で、近くに長福寺さんとかありますけど、そのすぐ近くという形になります。今見ているのはこの古仙公園というところになりますので、織田信長が今川義元が桶狭間で休息しているところを横から襲ったような、そんな感じに見えますけどもね。ちょっと概略図なんで、地形というよりも、距離的な感覚は、およそのという意味で見ていただければと思いますね。丸根とか大高は鷲津、前勝寺通りで鳴海、もう有名ですよね。もう必ず名前が上がる、砦がありますけども、ここでそれぞれ別々ですね。ちなみに徳川家康、松平元康公は丸根を攻めていたと。ここに、佐久間守重隊と対峙しているのが書かれてますよね。赤い方が今川、青い方が織田方という形になりますよね。今川方にいい直盛もちゃんと参戦してるんですね。当たり前か。はい。宇土の名がってる朝比奈康友、宇治な朝瀬名、宇治敏子、瀬名子はすぐそばにですね、その陣の跡ということで、見れますので、有名なね岡部元信、皆さん有名ですけどね、佐久間信盛、それぞれの砦を攻めつつ、今川本体がここに、なんでしょうね、街道からちょっと逸れてるような感じもしますけども、このあと、休息のあと、大高に向かうという手はずだったんでしょうかね、この3つの砦が要衝でしたから、ここを落とすというところが、ある意味、前哨戦でですね、松平元康のうちの徳川家康は非常にそこで活躍したということが伝えられてますけども、その元康の活躍を義元公も喜んだという感じにはなってるみたいですけどもね。こちらの方のちょっともう少し大きな小サイズがこのまま大きいのがあるといいんですけどもね、ちょっとその辺はこの絵図の方で概略になりますけども、これを見ていただいてですね、周辺を見ていただくという形になります。主なそのポイント以外はですね、ほとんど住宅地、宅地造成されてですね、道路も整備されてしまってるんで、昔のちょっとこう面影というかイメージはなかなかつかないんですけども、一応こちらにありますので、私のポンコツ解説よりもこちらを読んでいただいた方がよろしいかと思いますね。いろいろなそのいきさつがあってですね、急襲ですよね、いわゆる奇襲をしたわけですから、ちょっとそこまで本体がですね手薄だったのかなともちょっと思いますけども、実際義元公は撃たれてると、いうことですから、休息を取っていたということもありますから、本体自体にですね何万人もひしめいていたということで分散されてましたんで、全体では2万5000とか、4万とかいろんな言い方されてますけども、実際はですね、ここにいた数、本体を守ってた数っていうのは数千ぐらいしかいなかったかもしれませんよね。信長軍もそれほど多くはなく、2000とも3000とも、数はともかく、それに奇襲戦を取ったというところが、信長公のやっぱりすごいところでもあり、義元公も、東海一の弓取りということだったんですけども、ちょっと油断があったんでしょうかね。やっぱりちょっと、その家臣たちのせいにはできないですけど、支える周りの武将たちもですね、多少はこうゆとりがあったというか、負けるはずがないというところだったんだと思いますけどもね。はい、じゃあ、ポンコツ解説はこのぐらいにして、桶狭間の戦いの案内版を今見ていましたけども、桶狭間跡地、今川義元公戦死の地である桶狭間史跡公園からでした。